100% 新社会。100% 新社会。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。新車感チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。つくば中央店佐々木です。本日ご紹介させていただきますのはこちら、サントカスタムの RS になっております。ではまあ早速見ていきたいと思います。こちらですね、まあ、SA3 がついてまして、でこちらグリルですね。でここはもうフル LED になっております。でこちらのフォグライトなんですけれども、フォグライトとこのフォグライトガーニッシュですね、こちらがスタイルパッケージっていうパッケージをつけていただきますと、これがついてくるようになっております。はい、でこちらですね、こちらも全方位のカメラですね。こちらが前のフロントカメラになっております。これと同じくですね、サイドと後ろ全部ついてくるようになります。はい、でタイヤが、まあ、ホイールですね、こちらですと、まあ、黒とシルバーのホイールになってきます。ブリヂストンさんが今ついてまして、こちら15インチですね。はい、でサイドのカメラがここについております。で横からの映像で、まあ、そこそ結構な高さになっていますね。でこちら羽がついていまして、でこちらに後ろのカメラですね。こちらの後ろのところのこれですね、こちらもスタイルパッケージでついてくるようになります。はい、でバックドア、こちら開ける際ですね、ここに3つ印がありますので、こちらに手入れていただきますと、こういうふうに開けることができます。後ろから見た感じはこのような感じで、でこちらですね、倒していただければすっごい広く使えるようになります。で、まあ、左右にこう物置、まあ、小物置ですかね、左右両方ともついていますので、いろいろと便利に使えるのではないかなと思います。こうやって立てるときはもう簡単にロックしますので、まあそんなに力を使わずに、あのいろいろシートアレンジできるかなというところですね。
はい、でタントといえばなんですけれども、まあ、私のおすすめのちょっと機能を、まあ、ちょっと中でいろいろ紹介させていただければと思います。こちらですね、中の方になりますね。はい、でここにいろいろスイッチがあるんですけれども、こちらがパワースライドドアの中からいじれるスイッチになっております。でこちらが予約オープンのスイッチですね。後でちょっと試しにやってみたいと思います。でその下が、まあ、こちらもちょっと後でご紹介するんですけれども、これが押すと後ろまで運転席が下がるボタンになっております。はい、では実際にどのくらいいろいろチートアレンジできるのか試してみたいと思います。まず助手席ですね。今これ一番後ろになっています。これはここまで前に来まして、ここのツボかなり広く前に行くようになっています。運転席も、まあ、人乗ってこれが限界なんですけど、ここまで近く行きますね。で先ほどのボタンと押してない時がここまで、まあ、ちょうどピラーのところまでですね、行くんですけれども、これをピコッと押しますとセンターディスプレイのところに出まして、もっと後ろまでピーラーから席一つ分くらい下がるようになります。まあ、もうこれだけでもだいぶ広く使えるようになります。はい、そうしましたら次ですね、これおすすめの機能なんですけれども、予約ロックと予約オープンをやりたいと思います。で、すいません、私助手席の方から今度乗るようにしますね。ここのボタンを長押し、これでライト、まあ、点灯したと思うんですけど、これで予約オープンが今予約されましたので、ちょっと今閉めます。でこれ閉めるときですね、これで予約ロックになります。今閉まりました。じゃあちょっと予約オープンのために私ちょっと離れますね。で車両から離れまして、で今度助手席の方からすいません、ちょっとあれ開かない、まあ、本当ですとこうやって開いて、その後にこう勝手にパワースライドドアが開いてくれるようになります。ちょっともう一回チャレンジさせてください。予約をしまして、で閉めました。
ょっともう一度だけチャレンジをしましょう。こちらはですね、で近づいて今開きましたね。で、はい、このように持っているだけで、もう予約をしていればあの鍵が開いてパワースライドドアがこう開いてくれる、こういう機能になっています。よかったです、2回目で決まって、はい。でこちらですね、まあ、今先ほどの状態なんですけれども、まあ、ここも最大の特徴ですね。ここのピラーがないので、まあ、このようにすっごい今広いシートアレンジになっています。なのでまあ助手席だけこう今みたいにやっておくと、このまま運転席に乗り込めるようになります。でこれでもエンジンスタートをしてもう走っていけるような状態になっています。はい、このような状態ですね。一応助手席からカメラさん、すみません、少し撮ってください。こちらがオートクルーズのボタンがついてまして、オーディオのボタンですね。でこちらがエアコン、まあ、オートなので、まあ、オートにしといていただければ、まあ、勝手にエアコンが温度とか風量とかを決めてやってくれるようになっています。でセンターディスプレイですね。広いですね、センターピラーがないと。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こちらのタントカスタムですね、私どものところに展示してございますので、いつでも見に来ていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。